あのピンクみたいなやつ。めっちゃでかくね。え、やっぱ伊江島は変わんない。帰ってきたなっていう思いがあります。あ、ようこそ、ようこそ伊江島へ。強化合宿のため伊江島に降り立ったのは鳥取城北高校をはじめとする女子相撲の選手たち。そのうちの一人が伊江島出身の高校2年生島袋真香です。大相撲力士となった兄の影響で小学生から相撲に打ち込み、名門鳥取城北高校に進学しました。直近の全国大会での成績は3位。目指しているのはやっぱ目標は変わらず、団体と個人を3年間で優勝して支えてくれた人たちに恩返しをすることです。ところで今回全国屈指の女子相撲部が伊江島を合宿先に選んだ理由は、そのままそのままで行ってきた。クーラーついてる。すげー、すごい。この日お披露目となった土俵、屋内にあって空調完備と抜群の環境、さらに敷き詰められたおよそ26トンの土はすべて両国国技館と同じもの。土俵開き者作ったのは進化の父重明さんと母遥さん。電気工事などを請け負う会社の創立10周年の地域貢献事業の一環で作りました。地域貢献で恩返ししたいという目的でまた始めたことなので、この時間で喜んでもらったらもうそれで感無量です。まさか自分のお家の敷地内にこの土俵ができて、娘がその敷地でまた相撲を取るっていうのはすごい時間ですね。この日行われたのは勝った人が次の相手を指名する申し合い稽古。全国トップクラスの部員は公式戦では個人戦のライバル。自身を磨く絶好の機会です。指名したのは前回大会優勝の部員です。大学で活躍する OG にも胸を借ります。踏み込むスピードが遅いので、他の選手の方が2本目3本目速くて、 でも力的には進化も強いので、かなりなので、まあ、私は互角かなと思うんですけど、やっぱかなり押し込まれてきますよね。全国優勝に向けた目下の目標は低く速く当たれる体の使い方。自分がどこ悪かったとか研究しながら、で次の稽古でやってみるとか。より強い相手が目の前にいるっていうのは全部プラスです。課題を見つけては乗り越える稽古の中で伊江島ならではの楽しみもあります。大好きな海で練習後の汗を流せること。あんま入れないんで、もう今でいっぱい楽しもうっていう気持ちで入ってます。土俵では戦うアスリートの顔でも、海に入れば子供に戻ります。初めて入るんですけど、やっぱ綺麗でもう最高でした。一応大阪も海あるんですけど、全然なんかもう透明感がやばいです。あとめっちゃしょっぱいです。めっちゃいい味出してます。いただきます。いただきます。夕食では故郷の味がずらり、進化の大好物アーサとパパイヤのかき揚げも。ここにソースつけるよ、沖縄の人天ぷらに。ちなみに島袋家始まって以来の新記録も生まれました。50ですね。
こんなにたくさん炊いたのは生まれて初めてです。まだまだ食べますよね。はい、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 食べていっぱい。はい、ありがとうございます。金貨はもちろん部員たちも稽古の合間に家島を楽しめる合宿でも、楽しんでいるのは選手だけではありません。誰見に来たの？新加年楽しい、まあ、こっち来て初めて見るもんだから、あ、何たくさんいたのという。多くの地元の人たちにとってもトップレベルの女子相撲を見るのは初めて。家島で女子相撲に触れられる時間、そんな光景を感慨深そうに見ていた母春香さんです。ドクトル城北の選手が家島に来てくれて、ここで投票で稽古してるっていうのは嬉しいことですね。これが新華ちゃんが求めてた世界なんですね。そうですね、ずっと一人で稽古してた。小学生で土俵に上がって、中学生までは相手はいつも男子。同世代の女子選手と稽古する経験はありませんでした。島を飛び出して進化がやっとたどり着いたのが女子相撲の世界です。もう最高なこの時間ですね。負けるな。おじいちゃんおばあちゃんたちもすごい声援が聞こえて盛り上がって嬉しいです。それは次の世代にも共有されます。楽しかった。大きい人とああいう経験できたから、同じような女の子として憧れの存在を目指すだけでも、この本人にとって視野が広がっていくことにもなるのかなと思って、ちっちゃい子とも一緒にスチコとかやって楽しかったし、みんなが楽しそうにしてる顔を見て進化も嬉しいです。進化の島への恩返しは全国大会での優勝。仲間と共に夢に挑む、その背中を見せることも立派な恩返し。家島女子相撲界の新たな1ページです。